大島久光次大島久光次から1918年4月27日は、日本の台湾総督府、内務官僚、政治家、台湾総督府民政長官、神奈川県知事、衆議院議員、合能、長井正しいの逸尾として、終わり国に生まれ、一等敬司、大島正人の養子となる。1888年、東京帝国大学法科大学英法科を卒業し、 衆議院初期官となる。1889年5月、高等試験に合格し法制局参事官司法となり、法制局参事官を務めた。1894年3月、大島に改正した。1896年、台湾総督府に転じ民政局参事官、県政役所長、警視総長、総務局長などを歴任。同総督府の文官ナンバー2で、 同じ法制局官僚出身の石塚映造に次ぐ、半後藤新平民政長官派の交換であり、石塚の関東州民政省民政長官転出後は、半後藤派官僚の筆頭となった。そのため、後藤は南満州鉄道総裁就任時に、大島を台湾総督府から転出させようとしたが失敗し、後藤が自らの公認と親しくたつの在任中死亡により、 1908年5月に民政長官に就任した。しかし後藤が第2次、桂内閣の停心大臣として入閣すると、同内閣は1910年7月に大島を更迭した。1912年1月、神奈川県知事に就任。当時の横浜では、県政会の勢力が強く、原高氏と親しく立憲政友会系であった。 大島と神奈川県会で激しく対立した。1914年4月に第2次大熊内閣が成立すると知事職を罷免された。その後、1915年3月第12回衆議院議員総選挙において愛知県軍部区に立憲政友会から出馬し当選。1917年4月の第13回総選挙で再選されたが在職中に死去した。 漢方第3215号、明治27年3月22日、ダバユージ、後藤新平をめぐる、権力構造の研究89から93ページ。漢方第7194号、除任及び、事例1907年6月24日。ありがとうございます。